オーバードライブは安田武史による日本の漫画作品。週刊少年マガジンで2005年24号から2008年24号まで連載。自転車ロードレースを舞台としている。話数カウントは RPM。タイトルの由来はジュディマリーの同名の曲から。略称はオバドラ。単行本はマガジン系 C レーベルから全17巻が刊行されている。 テレビアニメ化されたほか、原作漫画の後日談にあたるストーリーの小説化も、された。自転車部に入らない大好きな深沢さんからそう言われた自転車に乗れない、高校生、篠崎美琴。自転車部が何なのかわからないまま夢中で練習を始め、苦難の末に自転車で失踪した時、15年間、くすぶりっぱなしの美琴の心の中で何かが弾けた。 篠崎美子が乗る2004年型のトレック1200、作者自身もエンターテインメント性を求めるために、作品に非現実的な部分があることは承知しており、そのため、人物像に力を入れていると、コミックス内で語っている。それを踏まえた上で現実に行うと危険な事柄については、作中と現実の相違点、矛盾に、自転車や、ロードレースなどに関する用語や、 描写の間違い、一般に認められない用語については、用語、描写の間違いに記した。詳細は以下を参照。なお、これらの事柄は、作品の評価には、無関係であることも述べておく。2007年4月3日から9月25日まで、テレビ、東京他にて深夜に放送された。内容はほぼ原作通り、バンダイチャンネル公式サイトでも配信されている。 第3話のタイトルは、テレビ放送時のものだが、テレビ東京のサイトでは、ボーイクロスザルビコンとなっている。オーバードライブ、ツールドフランスへの道2007年5月1日、ISBN 978から4から06から37万3303から7、オーバードライブに、シャンゼリゼオ、ツールを目指せ。2008年6月14日。 ISBN 978から4から06から37万3322から8ありがとうございます。